はい、ということで、はい、紀州梅干し館に来ました。この収穫してきた梅をそのまんま作ってもいいんやけれども、もう早く飲みたいやん。だから一回凍らせよ、凍らせよ。これね、取ってきた梅をまず水洗いして冷凍庫入れて24時間以上冷凍するとこないやん。で、この梅を今日は使っていきたいと思います。見て、黄色いやん。若干熟してるのよ。めっちゃええ香りすると思うから、ちょっと匂い嗅いでみて。やばい。どう？桃みたいなね、香りするんです。こういう風に黄色くなったら桃みたいな感じ。で、今日はこの黄色くなった、ちょっと熟したやつを使って作っていきたいと思います。準備いいですか？はい。ちなみに、みかんちゃんとジャバラちゃんはジュース作ったことありますか？あ、みかんちゃんはない。ジャバラちゃんはある。まあ、これ使うのがまあ一般的ですね。氷砂糖。はい。でも今日はあと2種類お砂糖を選べます。はい。用意したね、もうほんまに。で、2つ目は、はい、コンペイトです。ほら。めっちゃ。あはい、3つ目はこれですね、きび砂糖です。どれか好きなの選んでください。はい、はい、僕と。じゃあみかんちゃんは何しますか？あ、カエルやつきました。梅1キロとお砂糖1キロの1対1で作ります。じゃあまずこの瓶の中に梅を入れていきたいと思います。はい、アルコール、はい、はい、アルコール、はい、こっちも、はい、シュッシュ。じゃあこのね、だいたい袋の半分ぐらいの梅を瓶の中に入れてください。だいたいでいいですよ。だいたいで全部は入れないです。めっちゃ激しい。おいおい、激しい激しいな、おい。ジャバちゃん手入るんよ。はい、お砂糖も袋に入ってる半分の量を瓶の中に入れてください。半分ね、うん、半分。おー、かわいらしい。こんな感じか。いい、はい。激しい。はい、はい、では続きまして、この残りの梅を全部瓶の中に入れてください。あ、もう袋ごといっちゃう系ね。はい、お、はい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 。じゃあ最後に、はい、お砂糖も全部瓶の中に入れてください。はい、あ、すごい、全部入った。あとはこれ瓶を閉めて、はい、閉めます。はい、はい、はい、これで完成です。イエーイ、できた。でもまだすぐ飲めない。そう、これですね、作るのはだいたい今から10日後に完成します。すぐできないんだよ。うん、あの梅のジュースってみかんジュースとか蛇腹ジュースとかみたいに絞ってすぐ飲まれへん。うん、だから梅は1ヶ月ちょっと、10日ほど待ってください。でもね、何を不安でんねん。でもこれ毎日こうやって混ぜてあげてください。はい、混ぜて、そう混ぜてください。そうで、10日後、ジュースになります。どうでしたか、梅ジュース作ってみて。みかんちゃんはすごく簡単にできた。ジャバルちゃんも、ジャバルちゃんも、冷凍梅を使うのは
たんで、こんなに簡単にできると思ってなかった、うん、はい、ということで、梅チューブみかんちゃん、なばらちゃんと稲刈りしてみたでございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。